皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、もういい香りが漂ってますけど、昭和13年創業、東京吉祥寺ホープ軒のね、東京背脂豚骨醤油ラーメン、と池袋大正軒味噌ラーメン大盛りですね。こちらね、東京のラーメンということで、どちらが美味しいのか私の試験ですけど、はい、味わってみたいと思います。ではいただきます。ほんとね、すごい、どっちもいい香りがするんですよね。東京ラーメンって感じなんですかね、じゃあホープ軒からね、いただきます。うまそう、うまそう、これいただきます。うまこれ、さすがですね。ザ・東京のラーメンみたいな、背脂豚骨最強、次は大正軒の味噌ラーメン、こちらね、太麺なんですよね、いやー、いい香りする、美味しそう。いただきます。うまっ、うまっ、やばこれ、東京ラーメンめっちゃうまいな。さすがね、もうね、60年続いてるんですね、創業60年、さすが60年続くだけありますよ。うまっ、もうどっちも本場を食べてみたいな、本場のお店を行って食べてみたいですね。なんかね、いろいろ火薬が入っていて、肉とかね、チャーシューとか入っ
めてていいですね。いやーこれどっちも構図つけがたいな。うまいなこれ。あの味噌と醤油っていう違いもあるんですけどね。でもどっちもうまい。こっちはね、ちょっと細麺、中太麺かな。うん。大正軒はね、太麺なんですね。だからこっちが、カップ麺で言うと3分で、大正軒が5分ですね。もうね、ホープ券はほとんどなくなっちゃいました。うん。大正券もいいな。素晴らしい、うん、どっちもね、あのカップ麺であの比べるのはあれですけど、どっちもあの本場で食べてみたいな。僕の主観的に決めます。ドゥンドゥドゥジョン、ホープ券。ホープ券が、ホープ券の東京背脂豚骨醤油ラーメン、これが好きです。大差。こっちも絶対うまかった。うん、大正軒、ね。でも今日は、うん、ホープ軒、うん。私的には、はい、ホープ軒が好きでした。はい。それでは、ごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またねー。